Fire 147 Maple Street. Roger, requesting backup. Suspect is in custody. Stand by. Be advised, suspect is armed and extremely dangerous. はい、どんなイベントでしょうか。まあ、最初、我々でちょっとね、持ち込ませていただきまして、そうですよ。なんかもともとね、なんかこの台本なしで、そのただただ喋るだけのなんかイベント、まあ、ただただ喋るって言ってもその、ね、ちゃんともちろんお金を払って見ていただくもんなんで、それに見合ったものっていうのがまあ条件。鼻くそつけんなよ、鼻くそ落ちたやろ。こんなことをね、舞台上でやれたらいいかなみたいなのを思って、その企画させていただきまして、はい、とにかくあのみんなの前で喋りたいんです。喋りたい笑いを取りたいんです。トークでね、まあ、いろんなことを笑い取ってるけど、やっぱトークってもう何も逃げ場がないからさ、そう、2人が喋るためだけにイベントをやるっていうのはね、しかも役とかではなく、ちゃんと上田圭佑それぐらいでね、だから口がね、うん、何々の元なんでしょうみたいなね。どんな丸々がありますか。口は笑顔の元とかさ、やっぱ笑いを取ってとか、笑いをお届けして笑顔になってもらえるみたいな、我々の口が笑顔の元みたいなとか、なんかええ感じに言って腹立つの変えるこの丸々笑顔に。でもさ、あれやん、あのうちらやっぱね、関西のちっちゃい頃から、うん、あのいろんなね、トークに達した芸人さん、はい、いやー見てきましたよ。口はお金になるもとなんやっぱもう関西のね、子供の頃からやっぱ口で喋るうまかったら、はい、テレビ出てそんなぶわー稼ぐぞみたいなね、うん、ほら今のエピソード一つだけでお互いがどういう役割かが多分分かったと思うんですよ。俺は多分皆さんに一番喜んでもらえるもの、うん、自分も上がれるものを言うんですけど、この人はもう下世話な話しか聞きました。でも今自分が上がれるものって言いました。いやそりゃそうでしょ、だってよろしい男ですなぁ。それが上がって届けやんと、うん、そんなん誰が見ても面白い。でもここだけは言いたい、あのね、そのゲストさんとかもね出てくださるじゃないですか。そうですよ、ゲストさんの他の番組では見せてない部分を引き出せる自信があります。これはね、ほんまにそうやと思うんですよ。これはほんまに多分そうやと思うな、うん、ただちょっとゲストの時間を奪いすぎて喋る可能性もなくはないんで、なくはない、まあ、その時はしっかりね、あのなんかボタンかなんか決めてもらって、うん、お前ら喋りすぎみたいな、ね、はよ次行けみたいな、ね、そうそんな感じで、はい、というわけで、はい、口は丸々のもと、チケットが好評発売中ということです。はい、あのまあここだけの裏話ね、うん、あの実はね、あの会場が、うん、とあるすごいね離れたとこやったんですけど、皆さんのためを思って、うん、隣の会場になりました。これは素晴らしいですね。いやこれは嬉しいですね。これは本当にね、これはいろんな皆様のためを思ってのすごい、すごい変更ですからね。場所どこですか、うん、どこどこです、遠いなみたいになってたんですけどがね、皆さんのために近くなりましたから、そうそうそう、これは、はい、となったらやっぱ来ていただきたいですね。来ていただきたいですね。はい、配信もあるからね。ありますから。配信も、まあ、もちろん面白いですけど。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。